西側より望む大西湖線、橋大西湖線橋は、埼玉県埼玉市北区大西町四丁目と、同区東大成町二丁目の間で、東日本旅客鉄道高崎線及び、川越線にかかる国道十七号の湖線橋である。通称は、大西橋。南詰より望む大西湖線橋高崎線、川越線と斜めに立体交差する湖線橋で、高崎線では、 大宮駅宮原駅間、川越線では、大宮駅日新駅間にある。高崎線は、伏線で立橋の下をくぐっているが、川越線は、南側の地区底にトンネルを掘ってくぐっている。かつて、川越線は、高崎線に沿って立橋をくぐっていたが、東北新幹線、最強線建設に伴い、川越線の電化伏線化、並びに、大宮駅の地下化が行われたため、 ルートが変更された。川越線は、立橋のすぐ北側で、高崎線と分かれ、北西から南西へと、約90度方向を変える。橋の東側すぐ脇を、東北、上越新幹線と埼玉新都市交通ニューシャトルが、並行している。東北新幹線は、大宮駅小山駅間、上越新幹線は、大宮駅、熊谷駅間、ニューシャトルは、 鉄道博物館駅か宮ぐ駅間にあたる。東立橋の約350メートル北方に、東大成町交差点があり、国道17号と旧国道17号である、埼玉県道164号河野市、桶川埼玉線が交差している。国道17号は、この交差点から高野市、三田の三田交差点まで、旧中線道の東側を並行する。 大宮バイパスとなる。東大成町交差点から河野ス、桶川埼玉線を、大宮駅方面に進むと、北区役所や、ステラタウンがある。東大成町交差点から、東京都心側は、埼玉市南区辻と根ギ市の間にある六辻、交差点まで、また、群馬県側は、熊谷市銀座とつくばの間にある、銀座一丁目交差点まで、国道17号と、 急中線道が交わる交差点がない。南西方向に、富士山が見える。埼玉市北区、コミュニティバス、大西橋西停留所下車徒歩4分。大英橋、大西湖線橋から新大宮バイパス埼玉県道51号、川越揚線、大西湖線橋から新大宮バイパス富士見川越、バイパス。ありがとうございます。